60分の一本勝負の AWA 世界タッグ選手権でありますが、さあザ・ロードウォーリアーズが襲いかかりました、襲いかかりました。アニマルはキラーカーンに、フォークが長州力に、さあ早くも早くもザ・ロードウォーリアーズの激しい戦いに火がつきました。さあ勝負に出ていきます、さあ勝負に出ていきます。ザ・ロードウォーリアーズ、おっとこれはアニマルが長州力を場外に送り出しました。山さん、まだゴングは鳴ってませんね。そうですね、しかし今のね、カウンターのね、ウォリアーズラリアットすごいですね。すごい勢いで長州力を跳ね飛ばしました。これは大変な展開になります。長州力が大きなダメージを受けまして、リングの下真っ逆さま、今勝負がなりました。タイトルマッチ宣言はなくなりました。いよいよ行われます、日本で2度目の AWA 世界タッグ選手権試合。これはフォークのボディリフト、そしてボディリフトから桃いきて長州力をキャンバスに叩き落とす。さあ早くもウォーリアーズクラッシュが始まりましたね。そうですね、まあ今のウォーリアーズリフト、これも大変な大力ですね。今度はカウンターのエルボーになります。フォークが打ちます。そしてアニマルを呼び込みました。アニマルとフォークの素晴らしい殺人連携、もう一回、今度はそのままパワースラム、すごい勢いで長州力を叩きつけた。長州力、反撃の糸口は全くつかめません。そして軽いタッチプレー、さすがに速いタッチプレーです。 AWA の世界タッグチーム、思い切って飛び込んでいきます。わあ、すごいフィストパンチですね。はい、今日はね、アニマルもフォークも非常に好調ですね、はい、すごいですね。お互いのね、長所をうまく噛み合わせて、次から次へのタッグマッチですね。まさに強敵の戦うマシンです。連携の良さはね、抜群ですね、はい、長州力全く手が出ません。今度はゴッドカウンターの水平打ちに行きました。これがフォーク、そして踏みつけ攻撃、全身狂気の猛烈暴走ファイター、60センチの太い上腕、巨大の拳。さあ長州力を持ち上げます。キラーカンが力力というふうに叫び声を上げておりますが、力全く立ち上がることができません。どうやらね、キラーカンは額を割られてますね。早くも割られましたね、はいはい、場外の乱戦の時ですね。これがポールです、フォークです。フォークがもう長州力を捕まえまして、猛烈果敢に打ちまくります。なんという強さでしょうか。ザ・ロード・ウォーリアーズ AWA 世界タッグ王者チーム。さあ今度はブレンバスターに取りますか。ブレンバスターに取りました。思い切ってキャンバスに叩きつけるフォークが今度はキラーカーを睨みつけました。キラーカーン額から流れるような血。さあ大変な一戦になってまいりました。長州力もキラーカーンも打たれっぱなし。9200人、さあツープラトーンの攻撃、クロスラインを引いた。ザ・ロード・ウォーリアーズのクロスライン、もう全く一方的な選手権試合になりました。もういつでも勝てるというような雰囲気ですね、ロードウォーリアーズは、ね、全くあの長州選手もいいところないですね、はい、さあこの後の反撃を見たいと思いますが、シュミット式のバックブリーカーにとって、そして前に落とさず後ろに投げ返しました。すごい怪力です。ご覧ください、盛り上がった大胸筋と、それから大きく盛り上がりました僧帽筋、もうはち切れそうな肉体。今度は再びフォークです。フォークが対角線上に振った。さあ、今度はジャンピング2位ですね。なかなかね、技の方もいろいろ出してますね、はい、今度は反対に持っていった力のラリアット、長州力のラリアット、これは一発で決まった。長州力、起死回生の力ラリアットからサソリ固め、長州力のサソリ固め入った。フォークを潰すか、長州力、さあキラーカーンも助っ人だ。さあ三度のロックが大きく出る、ジャンピングにうまい連携を見せました。長州力のサソリが入っているが、正面からアニマル思い切ってキック。しかしフォークもちょっとサソリが食べてダメージを受けたようだが、スッと立ち上がりました。再び長州力を的にするアニマル、ラリアットは不発、カウンターのエルボーで倒した。文字通り長州力をぶっ倒しました。全く疲れを知りません。今度はキラーカン登場、おっとキラーカンが左の肩から突っ込みます。さあモンゴリアンチョップ、これが果たしてアニマルを捉えるか。モンゴリアンチョップの連発、さあ体は大きい、キラーカン大きく抱え上げて何を持つ、シュミット式のバックブリーカー、長州軍団の猛反撃。 AWA の世界タッグ選手権、キラーカントップロープに上がった。アニマルを潰すか、フライング2は失敗。ウォーリアーズのアニマル立ち上がった、再び立ち上がりました。そしておーすごい、
キラーカンの140キロ持ち上げた。すごいボディリフト。これそしてすごいすごい力。いやーすごいすごい上腕の筋肉。いやーご覧ください。60センチあります上腕。これがアニマルだ。いやーたまげますね。まさにバイオレンスパワーだ。これは本当に人間離れした怪力ですね。すごいパワーですね。あのキラーカーンの巨体をね、何回持ち上げましたか。驚きました。今度はフォークへのつなぎ、ポールエラリングが下で指令を出しています。そしてもう一回、ギロチンドロップを落としました。キラーカーン全く動けなくなりました。まさに打って打って打ちまくるザ・ロード・ウォーリアーズ。1週間日本列島を駆け回ったんですけども、今日の勝負が一番いいですね。ラリアット、アニマルラリアット。しかし長州力も負けていない。力ラリアット、その後ろからフォークラリアット、畳みかける。最後はフォークラリアット、長州力を場外におっぽり出しました。さあ場外乱戦だ、場外乱戦だ。場外リングアウトで勝っても AWL ではタイトルの移動はありません。さあフォークが長州力を捉えています。アニマルも上がってきた。キラーカンは外で外で大文字。さあ長州力の背中に今度はアニマルが思い切って拳打ち、二人がかりスープラトンダブル攻撃、思い切ってボディリフト叩き落とす。すごい攻撃ザ・ロード・ウォーリアーズ。八代志明が飛び込んでくる。マネージャーのポール・エラリングも飛び込んでくる。さあ結果はどうか。結果は AWA の世界タッグ選手権。さあ結果はどうか、結果はどうか。9200人のお客様に今告げられています。さあ果たしてキラーカンの姿が見えません。場外でまだダメージを受けているようだ。おそらくザ・ロード・ウォーリアーズの防衛かと思いますが、はっきりとしたコールがまだ行われておりません。今9200人のお客様に告げられました。さあ暴れまくる。今やっとキラーカンも起き上がりました。ボール・エラリングがリングの上、アニマルもリングの上。ザ・ロード・ウォーリアーズの本当に凄まじい破壊力パワー、バイオレンスパワーが見られました。すごい勢いでした。さあしかしキラーカンも長州力もまだまだやる気を見せております。長州力の山さん、顔面が全く青ざめましたね。そうですね、まあ、しかしね、先制攻撃が、ね、命取りになってしまったんですが、まあ、なかなかね長州選手、キラーカン選手もガッツを見せましたね。はい、山さん、今結果が来ましたけども、5分35秒両チームリングアウト、両チームリングアウトということで、結局は痛み明けの防衛ということになりました。そうですね、タイトルの行方はザ・ロード・ウォーリアーズ AWA の黄金のチャンピオンベルトを守り抜きました。いやしかしまあそれにしましても、全く長州力キラーカン、もう完全に今日はやられたという試合でしたね。そうですね、まあよく頑張ったけれども、はい、まんまと王者チームの術中にはまったと言っていいでしょうね。そうですね、現在アメリカマット界を席巻する王者チームザ・ロード・ウォーリアーズ、そして今日本マット界を大きく揺さぶる維新の叫び長州力軍団、それぞれの立場を考えますと意地とメンツの、まあ、正面衝突、こういった感じになるかと思われましたが、勝負の方は残念ながら一方的なワンサイドゲーム、ザ・ロード・ウォーリアーズ一方的な勝ちであります。結果的には両チーム両軍団リングアウトという形になりましたけれども、ザ・ロード・ウォーリアーズが AWA 世界タッグのベルトを守りました。